97式重爆撃機。97式重爆撃機は、大日本帝国陸軍の重爆撃機。基盤号。試作名称は二21、略称。故障は97式重爆、97重爆、97重など。連合軍のコードネームは、サリー、サリー。開発は、三菱重工業。製造は三菱及び中島飛行機。年。 昭和12年に正式採用され、日中戦争中後期、ノモンハン事件、太平洋戦争初中期における帝国陸軍の主力重爆として活躍した。1935年、昭和10年9月、陸軍は93式重爆撃機、国の後継機となる新型重爆の試作を内示し、翌1936年、昭和11年2月に、 中島飛行機に機19、三菱重工業には機21の試作が指示された。主な要求は、というものだった。三菱は要求された期限より、若干遅れ同年12月に、廃クを搭載した木21試作機2機を完成させた。陸軍による、翌年の審査では、三菱の木21も、中島の機19も、要求値を、 クリアしており、こうつつけが体制を示したが、結局陸軍は、三菱の機体を採用することとし、代わりに、エンジンは、中島製のハゴを搭載することを決定した。この決定に基づいて機二十一増加試作機の生産が指示されたが、増加試作機では、ハゴへの乾燥のほか、機19がかっていた、機能要素、前方重座の形状、爆弾層の形状など機二十一に盛り込むことが、 要求されていた。完成した機21増加試作機は、最大速度を筆頭に、同世代で、同規模の海軍96式陸上攻撃機を上回る高性能を示しており、また96式陸攻と異なり、爆弾層、爆弾層扉、機種風防、機種銃座、防装備を備えるなど、より近代的かつ本格的な日本初の爆撃機であり、 これは1937年後期2597年1月8日に97式重爆撃機として正式採用された。同年に勃発した日中戦争当初は配備が遅れており93式重爆は性能が不足している上1936年に製造が中止され増産も期待できなかった。つなぎとして ドイツから HE111 の輸入が望まれたものの、ドイツ軍部の反対で実現せず、イタリアから BR20 を購入し、爆弾やメーカーの技術者と共に、ダイレンに直接送り現地で、意識重爆撃機とて、実戦配備するという手段を取った。97式重爆の生産が追いつき現地に届くようになると、速度性能を生かして活躍した。また97式重爆自体にも、 後続距離不足、ハ後改め信頼性不足という問題があり、1939年、昭和14年11月には、エンジンの強化を中心とした、性能向上型機21通の開発が指示された。主な変更点はエンジンを1450馬力の三菱製、波101に、乾燥、主輪の完全引っ込め化、武装、防弾装備強化などであった。 審査の結果を幅な性能向上が認められたため、1940年、昭和15年12月に97式重爆撃機2型として正式採用された。このため箱改めを装備する従来の97式重爆は1型機 21i となっている。1型との外見上の区別点は大型となったエンジンナセル。この97式重爆2型機2 1は、 最多生産型として1944年、昭和19年9月まで量産され、太平洋戦争期の主力型となった。帝国陸軍の爆撃機に対する設計思想は、爆弾搭載量や航続距離を多少犠牲にしても、敵戦闘機の揚撃を振り切れる程度の高速性能を確保することを重視し、爆弾搭載量の不足は反復攻撃を行う。 ことで補うという思想だった。1930年代中高期以降の陸軍が重慶を問わず爆撃機に第一に求めていた任務は飛行場の在地的機を捕捉し破壊する航空撃戦にあった。航空撃滅戦とは爆撃機、襲撃機、戦闘機などによる制空権の確保であり、ノモンハン事件で行われたタムスク爆撃は 妥当性の是非はともあれ陸軍重爆隊として最も典型的作戦実施要領であったのである。従って敵が要撃準備を整える前に飛行場上空に到達している必要があった。帝国陸軍の仮想敵国はソビエト連邦の労能赤軍であり、また想定する主戦場は中国大陸で航空部隊の攻撃目標はソマン国境のソ連軍前線基地であり、 長大な航続距離はそれほど必要はなかった。在地的気攻撃のため爆弾層には小型爆弾を多数搭載し、資格なく爆撃可能を構成する思想のためペイロードベースでは最大搭載量が小さくなっている。本機はそのような思想のもとに開発が行われた。結果、97式重爆は出現当時世界的に見ても かなりの高速機であり、ソ連空軍のイルマイナス4、初飛行1939年、最高速度時速 430km、イギリス空軍のビッカースウェリントン、初飛行1936年、MKIC で最高速度時速 378km、アメリカ陸軍航空軍の B-25、初飛行1940年、エンジンを換装した最終量産型である。 B-25J で最高速度時速4 3 8トルなど、欧米列強国軍の同時期内市新型の双発爆撃機と最高速度を比較しても、1型、木 21i で時速4 3 2トル、2型、木2 1通時速4 7 8トルと、優れたものであった。この思想は、後続となる百式重爆撃機、ドンリュウ、木58、 4式重爆撃機、気機六67まで変わることはなく、以後開発された重爆撃機も、またいずれも、同様の機能性能を備えた。しかし、こうした機能性能はあまりに、大素航空撃滅戦のみを見据えていたもので、太平洋戦線の実情にはあまり適合するものとは、ならなかった。そのために結果として、搭載量不足、航続力不足といった評価を受けざるを得なくなって、 しまうのである。また、海戦時まで陸軍航空側は、大祖航空撃滅戦に必要な陸上飛行、対地航を重視して、洋上での長距離飛行、大海攻撃をさほど考慮していなかったため、太平洋戦争では、作戦展開に支障が生じた。多少の問題点を含みつつも、日本初の近代的な爆撃機としては成功作たる傑作機であり、 93式重爆及び、意識重爆撃機の皇族として、飛行文化、重爆の飛行船体に配備、シナ事変中期から、実戦投入されたが実戦部隊からの評判、信頼性も高く、海軍の96式立候ともども、重軽爆撃の戦略爆撃にも使用されている。続いて、ノモンハン事件や太平洋戦争にも、主力として投入され、 太平洋戦争初戦の南方作戦核戦線では、航空撃滅戦や幼稚爆撃に活躍した。在フィリピンのアメリカ軍、極東陸軍を相手とするフィリピン攻略戦では、飛行第14戦隊の97式重爆17機が、海戦日である1941年12月8日午前4時半、日本時間5時半頃に、台湾を出撃、ルソン島バギオへの爆撃行成功。 前期機関、損害無を筆頭に、以降、第二次パターン半島戦とコレヒドール島戦においては、重爆、軽爆の大規模集中運用がなされ、地上の修正重砲兵部隊軍である、第一砲兵隊と共に勝利に貢献している。1943年、昭和18年夏以降からは旧式化のため、夜間爆撃や次第に、広報任務に回されるようになったが、 人員や物資の輸送、連絡、紹介、グライダーの栄光などの任務で終戦まで全戦線,線に軍した。対戦紹介機として二型オツ、機2 1通オツを使用していた第14戦隊は、ニューギニア戦線において、クレ海軍航空隊で対戦線講習を受けた、富永岳大尉が1944年3月10日4月25日4月27日にそれぞれ敵潜水艦一隻 計算席を撃沈する戦果を挙げている実戦化不明。なお、富永機には潜水艦を片切った撃沈マークが描かれた。また、機上レーダー、機上電波警戒機である多機1号を搭載した2型は2型兵、機21通兵とも称され、9機を装備した独立飛行第31中隊がインドネシアやフィリピン方面で大干省に従事している。 1944年夏に、インド、中国方面からの B-29 による、日本本土への爆撃が開始されると、第五航空軍指揮下の飛行第60戦隊が、本機を使用して、軽爆部隊と共に、生都方面の B-29 の中継基地にする、夜間爆撃を実施した。サイパン島の疾患により、日本本土各地への B-29 の襲来が、 本格化すると、浜松共同飛行士団にて編成された第二独立飛行隊が本機をもって1944年11月に4、6日12月7日に浜松陸軍飛行場を出撃し、洋島を経由 B-29 の拠点であるサイパン島及びテニアン島のアメリカ陸軍航空軍飛行場をただにより夜間起爆撃死戦果を上げている。 この活躍によって、第二独立飛行隊は、防衛総司令官、東国宮俊彦大名の部隊勘定を排除、さらに功績は、昭和天皇の条文に達し、飛行隊長、新海マレスケ陸軍少佐は、個人敗の栄誉を受けた。1945年、昭和20年5月24日、沖縄戦を経て、アメリカ軍の占領下になった、沖縄の北飛行場、 読み飛行場に停進し破壊活動を行った、技法作戦にて、技列空挺隊の空輸、強襲に用いられたのは、第3独立飛行隊所属の2型、機21通改造輸送機であった。本作戦で、町田一郎注意操縦の4号機、機体番号6540が停進に成功し、搭乗隊員らが戦を残している。後続キタル百式重爆の開発。 実用化の遅れから数々の改良を加えられながら使用され続けたため、本機の生産期間は長く、最終的に計二千五十五機が量産され、帝国陸軍の最多勢30箱取った。内訳は一型七百七十三機、二型千二百八十二機、高線二十五機、オツ五十七機となる。前線部隊においては百式1爆よりも実用面で優れているとされ、 本気の方を好んだ部隊もあったと言われる。対戦後期には武装と防弾装備が強化された決定打となる2型オツ、木432オツが登場したが、武装と防弾は元より速度、航続距離、軌道の諸性能でも大きく勝る新鋭重爆、三菱製の4式重爆の部隊配備が進んだことからこれに主力重爆の座を明け渡し、1944年9月に、 生産は終わっている。日本以外ではタイにも少数の1型、機21 i が供与されており、こちらは戦後もしばらくの間運用されていた。防御武装として最初の量産型である1型項、機21愛項は、合計 7.7mm 旋回機関銃3丁、あと上型に総連、連装である89式旋回機関銃、特1丁、 機種前方及び効果型に手一姿勢単重心旋回機関銃各一丁であったが、一型オツ、機21アイオツでは、機体尾部に遠隔操作式の89式固定機関銃一丁を、胴体側方に手一一丁を設置している。側方は一丁で左右兼用。この尾部機関銃の遠隔操作は後、上が大手が兼任するもので、 社会が狭く専用の標準機もないため命中率は低かったが、あと、上型と高架型銃座の四角に入ってきた敵戦闘機への威嚇用としてかなり効果があったという。新潟港、機21通港では左右兼用であった速報銃を二丁に増設しそれぞれ専用とし、また、機種前方、高架型、左方、 右方の手1を手4姿勢単重心旋回機関銃2型に、乾燥、と髪型は、総連の旧式旋回機関銃、特、ビブは89式固定機関銃のまま、これにより 7.7mm 単装5丁、総連1丁となった。さらに、太平洋戦争中期以降の主力である2型オツ、二2 1通オツでは、あと髪型の89式旋回機関銃、 特を 12.7mm 旋回機関砲、503-1式 12.7mm 旋回機関砲を装備する休憩砲塔に換装している。なお、戦地では応急的な現地改造として、操縦席側面や側面上高扉などに、位1で4と重火を追加装備した部隊もあった。本機は1939年中頃の初期量産型である1型オツ。 1921の時点で、燃料及び潤滑油タンクの防漏化、防漏タンク、防弾タンク化がされている。燃料タンクは、耐油性ゴム皮膚を施した上で、また皮膚を、潤滑油タンクは、耐油性ゴム皮膚を施した上で、ハフを張る塗料が塗られ、被弾時の防漏防火が考慮されていた。さらに1943年中頃以降生産の新潟オツ。 機212オーツでは、防弾装備を特に強化、型番1300号機前後からは、制服操縦者席、5乗方位手席へ 16mm 厚防弾後半、防盾後半及び、制服操縦者、5乗方砲等の風防に 70mm 厚防弾ガラスを設置、出荷対策も、全燃料タンクの被服は 16mm 厚ゴムに変更され、外翼及び、 中央翼部の燃料タンクには窒素を用いる自動消火槽が導入されている。本機はその汎用性の高さから輸送任務に用いられることも多かったパレンバン空挺作戦における落下産部隊に対する物資投下、ニューギニア中トンの3式戦闘機、エン装備戦隊へのマザー砲輸送など、そのため陸軍は十七式輸送機、機十四に代わる後続輸送機として、 97式重爆1型、機21愛をベースとした機体の開発を三菱に、明示。これは100式輸送機、機57として、正式採用、帝国陸軍主力の高性能輸送機として、使用された。また100式輸送機の民間転用系を MC、MC-20 といい、航空会社の旅客機や新聞社の連絡機としても、使用され、戦前中の日本を代表する。 国産旅客機となった。また、97式重爆そのものを輸送機に改装した貨物輸送機も数機あり、これは陸軍から大日本航空に払い下げられ、MG-21 の名で使用された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。